まずは1個目の E バーストいきましょうか。はい、乾燥しちまうぞこれ。シンジってことだよね。エクストラだったらやばい。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。66番。え？え？本当に人気ないじゃん。導入されてまだ2日目とかなんだけど、テンスラはすぐ埋まったのに。え、2日目だよね。やば、エヴァだよ。万枚報告がなんと出なかったらしいんで、万枚出して伝説になろうと思います。いきます。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は初来店でございます。神奈川県座間市にございます。こちらメガフェイス1180座間店さんにて、オレンジ、オレンジとは俺流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。エヴァンゲリオン明日への想像、導入2日目にしてだいぶ悪い噂が広まってるのかな。ガラガラでした。とりあえず打ってみるか。いきましょう。ちなみに俺このエヴァで知ってる情報が、このエヴァ図柄、これが8192分の1でこいつを引けっていうのと貫かないってことで、天井がとんでもない深さ、まあ、この3つだね知ってんのは。で、想像よりもはるかにゴッドだわ。本当にこんな感じなんだね。小冊子的サムシングが用意されてるから見ていくわ。基本スペック AT が設定1で932分の1、設定6で620分の1で、これで貫かないんでしょ。これで貫かないってどういうことなんだろうね。状態アップはリリースリプレイが鍵と。注目演出、ガフの扉、ロンギヌスの槍、カシウスの槍、エヴァ方向。うん、ほぼ分かりました。この台何すればいいかっていうと、8000分の1を引いてくださいって機種だったわ。いやでもこの機種ってさ、なんかエヴァのパチンコの抱き合わせなんだっけ。いやでもね、そんなん言ったらね、ジャグラーの抱き合わせのグランベルムは神台だったからね。全然可能性残ってますから。まあ今のところグランベルムみたいにパチスローを楽しむというより、こいつはいかにひりついたギャンができるかっていう台ってなると、こいつが勝負しなきゃいけないのはカラクリサーカスになってくる。勝てるのかカラクリサーカスに。ちなみにちょっと調べたんだけどね、設定6だとどうやら600ゲーム台にはちゃめちゃに強いゾーンがあるらしくて、600で当たる1300枚くらい出る、600で当たる1300枚くらい出るっていうのをひたすら繰り返して最終的に2、3000枚プラスになるよみたいな、そういう感じらしい。設定6は要は600超えて当たんなかったら絶望ってことでしょ。いいんじゃない。はい、これはチャンスゾーンってことでいいのかな。シトバトル中はリプレイレア役でチャンス、シトを殲滅できればプレミアムエヴァゲーム濃厚。はいはいはい、4ゲーム以内にリプレイかレア役引けってことか。引いた引いた、2回も引いた。これで当たんなかったら無理ゲーすぎる。うわ、俺2回も引いたよ。4ゲームしかないんだよ。2回も引いたからね。まあリリースを出さなかった俺が悪いってことなんかな。いやいや、これ相当熱いでしょ。なんかさっき見た気がする、ガフの扉だったんじゃないか。8000分の1あるぞ。ほれ、これ8000分の1だろ。もう一角でいいでしょ。よしよしよし、まずは一発目、初当たりはエヴァ揃い8192分の1 818ゲーム、投資27000円。よっしゃ、いきますか。プレミアムエヴァゲーム、エヴァ揃いの恩恵はまずこのプレミアムエヴァゲーム100ゲームの AT と E バーストっていう特化ゾーン3個から5個ストックすると。あ、これだね。で、このプレミアムエヴァゲーム中は
はこの E バーストのストック抽選をしているとのことです。ひどく安心してるよ。何も起こんなかったからね。虚無の818ゲームだった。待って待って、今気づいたんだけどさ、このプレミアムエヴァゲームおそらく一生この映像を流して一生残酷な天使のテーゼが流れるんだけど、この残酷な天使のテーゼフル尺じゃない。一番が無理やりループしてる。今んところマジでクソ大要素しかない。逆にすごい。もう悪い言い方するよ、ここまで手抜いて作ってんのはマジですごい。プレミアムエヴァゲームおもんな。もしこれが純増7枚以上だったら許されてる。このプレミアムエヴァゲームのこの感じを擁護するのは相当難しいでしょう。ディベートでひろゆきに戦ってみてほしいもん。プレミアムエヴァゲーム面白いか面白くないかでひろゆきが面白い側で戦ってみてほしい。多分だけどひろゆきがめっちゃ勉強してディベートに挺んだとするじゃん。パチンコパチスロ打たない呂布カルマが勝つ。何にも勉強してない呂布カルマがちょっとルールを聞いてホンホンホンって言って、それ面白くないですよねって言って終わり。本当に何もないからこういうわけわかんない話もしなきゃいけない。はい、100ゲーム消化しました。こっからだから面白いところはね。通常時もプレミアムエヴァゲームも全部こんな感じだけど、 E バーストがとにかく面白いと、そういう可能性もちろんあります。で、 E バーストはね、上のストック画像なんだけど4種類くらいあるのかな。キャラごとによって違うんだけど、まずはレイだね。で、レイは毎ゲーム第3停止時に10ゲームから200ゲームの上乗せが行われるらしい。で、ここでなんかね、X みたいのつくと、そう、これがつくと、エクストラらしいんだけど、これエクストラになってるってことでいいのかな。エクストラだと、性能がめっちゃ上がって、普通、平均60ゲームなんだけど、160ゲームになる。はい、まずは一発目、30ゲーム。で、全部で4ゲームだね、ラスト3だから。お、いやいや、いいよ、いいよ。50、これは間違いなくエクストラ。ここで要はレア役とか引いたらとんでもないんだろうね。200とか乗るんだろうね。最低30ゲームの差になってるもん。ここでレア役引いてみろ。あー、これも30か。はい、ということでトータル140ゲームと。いきなりエクストラできるとはね。さすがに信頼すぎてどうやったらエクストラ入るとかは書いてなかったんだけど、結構現実的に突入するのかもね。で、E バーストが終わるとこのメイン AT エヴァゲーム2らしいんだけど、ここで何するかっていうと、レア役引いて上乗せをしましょうと。で、レア役の上乗せがゲーム2上乗せか E バーストの上乗せで、それは1対1らしい。斜めキナナ、中段キナナ、下段キナナがレア役なんだけど、全部993分の1だから、まあトータルで331分の1。そこら辺引かないと上乗せのチャンスないと思うわ。お、トータル482芝生。こういうクソくだらないことを言うしかやることないんだけど。あ、リリス引いてるわ。お、ナビがいつもと違う。はい、さあ赤チャンス。はい、バトル。これシトバトルってこと。リリスからいったね。さらにリリス引いたわ。これは上乗せあってしかるべき。これまたリリスじゃない。違ったわ。ドン、やったわ。ネクスト E バーストは上乗せ。正直想像したよりもサクッと上乗せしたね。これはもう1対1、絶対 E バーストの方がいい。はい、うん、ゲーム2上乗せ。これは下振れだね。はい、リリス。リリスがかなり仕事するっぽいんだよな。たまたまだったのかもしれんけど。はい、エマージェンシー。お、また始まった。リリス引ければバトルはサクサクいく。いっ、今押しナビなかったよね。これ993分の1のレア役ですよね。これ絶対勝ったでしょ。で、このタイムあれだね、これバトルのゲーム数ってことか。5ゲームあるのね。はい、リリス。いや、もう絶対勝った。さっきこういう感じで勝ったもん。でも青カットイン、また引いた。いい音。なぜか青カットイン、ドン。オッケー。ちょっと倒す瞬間分かりづらいね。さっきも分かりづらかった。今度こそ E バーストのスタイね。せーの、はい、ゲーム2番のせーてか、まだ全長走ってるわ。え、俺リリスそんなに引いてたっけ。突入するかしないかで引いたあのレア役が仕事したってことかな。これ絶対バトルあるもんね。はい、やりました。第5ストバトル。はい、すごく簡単。ここまで来るとめっちゃ簡単だわ。早くカットインやりました。さあ 50% 3回目。お、これは E バーストだね。今までにない演出。はい、あれ、ゲーム2バーストだわ。お、このルーレット演出熱いからね。おお、ダメ。なるほど、でも前兆続いてんな。おっと、これはいったね。
え、使徒バトルとかもなくこうやってストックするパターンもあります。びっくりしちゃった。今エースバランスが未体験のエースバランスということで、 E バーストはまた残り3つと。お、これはレア役、はいはい、下段切らな、993分の1。おっと、使徒バトルでしたね。4ゲーム、リリス引いてくる。リリス1回だけ、そして青カットイン、ちょっと不安。うん、もう引けば大丈夫。うん、もういい加減イーバーストだと思う。お、ほらイーバースト。でアスカはボタン停止ごとに上乗せ、はい、5、5、10で20と。最低20ゲームっぽいな。今回はエクストラじゃなかったんで、平均上乗せは70ゲームらしい。お、リリス引いてる、はい、ということできっちり平均と、はい。赤シャッターどんどん、絶対に超広角、そしてリリスを引いてくる、完璧。よし、きっちりいったね。で使徒によってここのゲーム数が変わるんだ。ついに使徒バトルでリリス引かなかった。あ、もうリリス引かないとこんな感じなんだね。ようやく外れパターンも見れましたね。分かりづらかったけど、今ロンギヌスの槍でしたよね。どう見てもこの注目演出のうちの一つでしたよね。なのに星順ナビ出ちゃってるわ。ここからエヴァ揃いがあったりしたら俺はおおってなる。赤7でもいい、確定薬があってほしい。この星順ナビが出てもリリスだねこれね。はいはい、使徒殲滅バトルあ、でも大獣使徒バトルだって、なんか赤帯だわ。これは多分リリース引かなくてもすでに確定しているか、成功させると報酬がでかいか、どっちかだと思う。成功させると報酬がでかい系の予感がするな。リリースを引くしかない。え、もう押してたって、はい、うん、なんか成功したわ。成功確定だったみたい、うん。でもイーバーストで、マリは1ゲームから5ゲームでここをチャージするらしいんよ。でこのチャージの色によって上乗せゲーム数が変わると、まあ、やってみましょう。結局3本しかチャージできなかった。どうだ、70ゲームのせい、ちょい下振れだね。平均90ゲームらしいんで、だいぶ長いこと消化できたね。これで1セット目終了と、はい、もう1488枚も出てる。すでにプラテン、残りストックは3つと。あ、でそうだ、 E モードってやつを経由するようになるんだよな。まあ G ゾーンですわ、ゴッドと同じで。ここで8ゲーム継続して扉が閉まると上位 AT に行くっていうことは書いてあったんだけど、どうやったらそうなるのかとかは不明。それはもうね、誰もわからない。はい、赤保留やりましたと。いいね、マリ。で、ここで X がつけば、つかない。引いたぞ、斜めキララ。これすごい球んじゃない？え、もう2つ溜まった。え、3つも溜まってる。え、まだまだ溜まる。これで終わりか。一気に3つ溜まったね。え、また中押し。どういうこと？今回、すごそうだけど、上乗せ。はい、まだまだ。あの斜め木7をケーキに壊れてないかこいつ。はい、緑まで行きました。これ赤まで行ったらとんでもないよね。次赤だ。え、でももうこれで終わりか。マックスまでやりたかったね。いや、とんでもないことになりました。確実に3桁。あ、こんなに乗る感じ、びっくりしちゃった今。俺の予想はね、100ゲームだったということで、290ゲームスタート。キララ揃いがめっちゃ重い分、ああいうところでいけるととんでもないことになるんだね。おそらくエヴァンゲリオン明日への創造って今世間的評価すごい低いと思うよ。もう全くやれないみたいな、そういう情報ばっかだと思うんだけど、世界で一番やれてるでしょ俺が。290ゲーム駆け抜けました。使徒バトルすらなし、残りストック2つ。はい、さあ誰が出てくるかね。シンジやってみたいんだよな。シンジはマジで性能いいっぽい。エクストラじゃなくてもう平均200って書いてあった。レイだね。 X もつかないね。50ゲーム駆け抜ける未来しか見えないね。
そりゃ駆け抜けるわな。290ゲーム何も起こなかったんだから。これで340ゲーム何も起こってない。あと残り1セット。さあ、どなたが出てくる。はい。お、いいね。また290ゲーム乗っけるか。あ、60ゲームですね。わかりました。ようやくいったね。だいぶ長いことかかりました。はい、5ゲームね。そして2500枚突破。よーし、引いてやりました。今のところリリースいけば 100% 通してる。確定だと思ってる。青カットインだけど。おい、オッケー。いいバーストでお願い。だー、ゲームスマのせい。逆にこれはすごいことになるんじゃないの。5ゲームだから。ほら、おかしいと思ったわ。これでプラス5ゲームだったら本当にはちゃめちゃすぎる台だから。これは50ゲーム以上ってことでしょ。このボタンが飛び出てない。まあさすがにこれだったらね、100ゲーム200ゲーム300ゲームあっていいと思います。100、 OK。 結局100ゲームのせだけだったね。2910枚、もうストックはない。分かってる分はこんだけゴッドに寄せてんだから、ループストックとかないのかな。あってもいいよね。いいモード、ドン。しっかり終わったね。継続。8ゲーム終了時に扉が閉まると上位 AT らしい。もう扉閉まれって思うしかないな。うん、うわ、揃ったわ。まだあった。上位 AT できるかなって今ワクワクしてたらまだありましたね。ループストックってことでしょう。ドン。はい、アスカ。エクストラになってみろ。エクストラ、エクストラ。ここで事故らせるか。プラス5、プラス10、プラス15。最低30ゲーム乗るって感じなんかな、もしかしたら。はい、15、5、減ったりもするんだね。なるほど。はい、80。不思議な上乗せ。これがエクストラの性能。ラスト5、10。あー、最後ちょぼかったな。160ゲーム乗せ。まあ平均くらいかな。くそ、あとちょっとで完走なのに。あと300枚で完走。運命のいいモード。まあどうせこの4ゲームは何もないでしょう。問題は継続するか。あ、でも7が来てるからいいんじゃねえか。はいはい、ドン。でここから復活、ドン。継続。これ俺ストックある気するな。あー、保留も変わってね。はいはい、ドン。はい、赤保留。しっかりループしとるな、ドン。よし、であと300枚だろ。 E バーストで100ゲーム乗っけられれば完走だ。できればマリでお願いしたい。多分信者は無理だから。レイ、これエクストラにするしかないな。頼む。ダメ、乗せるぞ。10。はい、リリース。さすがに30ゲームくらい乗っていいでしょう。はい、20。もう一回リリース引こう。よし、引いてくる。しかも攻撃が強いわ。こいつは完走確定したっぽいな。ブッシュ。50ゲームのせ。さらに、はいはいはい、10ゲームのせ。90ゲームか、足りるよな。純増 2.8 枚だもんね。まあ消化してる最中にエンディングみたいになるでしょ。そりゃあな、そりゃあさすがに完走だわ。なんかエヴァがパチンコ玉持ってる。謎のアイコンゲット。ということで初打ち初 AT いきなり完走と。はい、ということで完走いたしました。3604枚。そしてプッシュが右下に出てるよ。あー、これ設定ストだね。でこっから何もないらしい。ああ、何もなさそうだね本当に。いやー、でもまさかね、いきなり完走できるとは。しっかり強かったな金エヴァが。さすがの出玉性能ではあったな。久々にボタンプッシュ。見たことあるねこれね。赤7まであると。え、うわ、そのパターンだったか。今回は赤ナナでしたねってなる予定だった。せめて赤ナナくらいはテンパイしてほしかったな。もうちょいドキドキしたかった。620ゲーム。リプレイレア役でチャンス。
おいおいおい、これは中段キナナか斜めキナナかどちらにせよ引いてるよな、この出目。はいはい、よう引いたわ。下段キナナ、これはちゃんとレアな下段キナナ、993分の1。さすがに当たったろ。ほら続けてよかったね。624ゲーム。2683枚持ってます。ちなみに AT5 初めてのチャンスオンでした。また乾燥しまうか。あで1個だけ E バーストをくれると。普通にチャンスオンからの当たりだとルフランなんだね。今気づいたけどさ、俺これずっと E バーストって呼んでたけど、もしかしてエバーストっていうの？ミサトさんのエヴァの言い方みたいな、エヴァーっていうじゃんあの人。俺エバーストの可能性あるわ。ずっと E バーストって言ってたけど、まあもう打たねえからいっか。俺は E バーストって呼ぶことにするね。はい、ということで100ゲーム消化。シンジレイ、いや頑張ったね。70ゲームのせい、ここからどうにかなるかな。まあこうなるわな。483枚、70ゲーム駆け抜けと。でこっから上位 AD の可能性あんのかな。当たったわもうこれは何でか全く分かんない。まあループストックってことなんだろうけど。 OK、 誰だ。またしてもレイ、これが俗に言う最低保証ってやつだね。40ゲーム、一瞬よ40ゲームなんて。そりゃ駆け抜けますわね。まあ、ただこの激アツの E モードが残ってるからね。ここで継続してくれれば上位の可能性があるってことでしょう。終わり。どうやって上位行くんだろうねやめる区切りではあるんだよな今。3001枚、まあ、3000枚で逃げ切るか、来いと言われてるゾーン600ゲーム台あそこまで見るか、その間に確定薬を引くか。600のゾーンまで見るわ。うん、おい襲来、レア薬を引けば当たることだけはもうさっき確認してるんでね。リリス、こいつはもらったんじゃねえか。よう引いたわ。オッケー362ゲーム。俺もしかしてこの騎士と相性いい。続ける判断完璧だったじゃん。2連打ち大成功。ようやく消化し終わった。相変わらずやることがない。ここで真珠を出したら完璧。まだ今日1回もやってないからね。はい、レイなんだよな。最低保証40ゲーム。はい、ということで413枚。はいはいはい、継続しない。これは今日最低枚数で終わるか。まだ一応引き戻しは残ってるけど。おいチャンスオン、引き戻しはなかったけどチャンスオンめっちゃ早く仕留めました。57ゲーム。またリリス引いちまうか。すごっ、認めざるを得ない。この騎士とめちゃめちゃ相性がいい。すごすぎ。ドン、61ゲーム。さあまた魂のルフラン無限ループ聞くか。曲とか変えらんないわけ。ああナビボイスカスタムがあるんだ。ふーん、こういうのってね、この十字キーを押すとね曲変えられることが多いんだけどね。もうエヴァの曲なんかな、ものすごいいっぱいあるのにね、聴けるようにすりゃいいじゃんな。同じ映像をダラダラ流してるんだったらさ、この100ゲーム間っていうか選べなくてもいいから、せめてフル尺で流せやって思う。頭おかしくなるでこれ。お、リリスで乗った。乗ることあるんだね。本当に何も起こらないからリリス引いても無言だったよずっと。そんくらい外してるということでストック、確実に今日一の出玉になる。やめないでよかったわ。はい、ということで100ゲーム消化、そしてストック1個。まあ最初にストック1個あるんでストックは2つになったと。まずは1個目の E バーストいきましょうか。はい、乾燥しちまうぞこれ。真珠ってことだよね。エクストラだったらやばいよ。エクストラだと平均400らしい。エクストラじゃなくても平均200。いきます。はい、 X じゃない。そしていきなりプッシュ。はい、めっちゃ震えとる。ほいほい、え、相性が良すぎる。あまりにもものすごい引きあるんだね相性ってね。あと4ゲームあるよ。最低30ゲームとかなんかな。はい、多分そうだよね。最低30ゲームだ。要はキナナ引いちゃうととんでもないから平均200ってことでしょ。うん、まあ、やっぱ最低30って感じで。はい、420ゲームのせい。ちなみにあと2500枚くらい出れば完走だ。はい、絶対完走する。
これさ、リリース隠してるよな多分。あまりにも出ないもんね。おかしいよね今回ね。一番最初のさ、俺がチャンスオンやたら入れてやたら成功させた時あったじゃん。あの時リリース落ちまくってたもんね。で押し順で絶対隠せるじゃん。これとかこれで隠してると思うよな。クソ台の条件を全て満たしてる。狙って作ったんかな。いやキナナじゃないとシトバトル入んないな。あ、シンジいいね。6ゲーム、オッケー。超久々に上乗せだな。はい、オッケー。うん、もうどんなに演出が弱くてもとにかくリリスを1回でも引いとけば倒せてる今んとこね。さあどっち、ゲーム数上乗せね。50ゲーム大量上乗せするとめちゃめちゃチャンスゾーンに行きづらくなってる。もう俺の中のイカ様センサーが過剰に反応してる。もうずっと振り切っちゃってる。ずっと振り切ってる。まあハーデスみたいな感じなんかな。ハーデスもイカ様してたよねあれ。暇だったよ何にも来んねえから。まあこんなイカ様されたところでね、まだ俺ストックもう一個あるから行きましょう。はい、ほいよほいよほい。これ5で揃ってるってことはさ、マリが出てくるってことかな。はい、そういうことね。最終ゲームにリリス、なんかいいことあるんじゃない。いやーそんなことなかったね。80ゲームでした。紫ナビは今日初めて。これはチャンスオンあるだろうね。はい、チャンスオン。ほ、この2セット目リリスすごい引ける。これが本来のリリスの確率だと思う。まあ40分の1くらい。おいや、さあどっち、 E バーストがいいな。よし、まあレイダーとそんなもんだよな。はい、これでストックすべて消化しました。1978枚。さあこっからどうなるかね、この E モード。あーでも保留2つある。引き戻してくるか。おい、ループしてましたね。どういう仕様なんだろうね。結構見知らぬストックが出てくるわ。単発だったの1回だけだもんね。はい、どうも。お、アスカ、アスカ久しぶりだね。うん、70ゲームでした。はい、駆け抜け。2179枚。さあどんくらいループするかね。なんとなく終わりな気するな。はい、継続はしないと。どうやって上位 AT 入れんだ、マジで分かんない。まあでもなんやかんや言ってもう5400枚もある。しっかり大量出玉。やめるわ。結局ちょっと未練打ちして127ゲームまで回しました。ということで投資が27000円、46枚貸し出しなので1242枚、そして回収が5243枚なんでプラス4001枚です。シャキーン。ちなみにやめた理由は4000枚のプラスを確保したかったからです。あともう満足したからです。勝利の店内状況いきたいと思います。勝利の店内状況、まず私の台がこちら。ものすごいいいグラフ、まあ、この台の評価はねエンディングでお話したいと思います。でエヴァはですね、あとこの台がマックス5400枚、まさに今2000枚ほど飲まれてるといった感じですね。あとはこのエヴァも5900枚出てますね、まあ、この台も俺の台とかなり似たような感じのグラフですね。俺の台からまさにちょうど見える位置にあったカラクリサーカスなんですけど、カメラマンが目撃したらしいんですが、この台は四五六角画面が出ていたそうです。現在持ち玉が3200枚ありますね。さあとこちらゼニガタが一撃で6900枚、はい、あとこちら銭形が最大4300枚ですね。はい、あとこちら乙女が最大7300枚。はい、カバネリこちらの方が勝ち盛り1箱と手元にも勝ち盛り1箱、あとこちらのカバネリが後ろに1箱上に1箱と最大4444枚で現在2000枚くらいのプラスですね。はい、あとこちらのカバネリがマイナス1機ですけど初当たりは結構軽そうと。そしてお隣が1箱半、そしてそのお隣が後ろに3箱上に半箱、はい、綺麗な右肩上がり。はい、そしてこちらが最大4300枚、ただ人は変わってるみたいですね。でもグラフはいい感じ。さあ、あとこちらのカバネリが、最大4600枚でいい感じのグラフなんじゃないでしょうか。ただ人は変わってるみたいですね。さあ、あとこちらの別積みが窓マギ反逆最大3600枚、ものすごい綺麗なグラフですね。さあ、あとこちらバイオ RE2 が最大2900枚、はい、
初当たりの軽そうなクラフト。さあ、あとこちらグランベルムですね。現在2箱、本日最大4500枚。あとグランベルムはこちら後ろに3箱、上に1箱、3800枚。さあ、あと鬼武者がこちらの方が1箱半で、お隣が勝ち盛り3箱。はい、こんな感じのグラフで4400枚。はい、北斗はこちら初当たり16回で289分の1。はい、あとこちらが初当たり10回で267分の1。あとこちら初当たり14回で294分の1。さあ、あとこちらソードアートオンラインが2800枚で、ただいま2000枚ほどのプラスと。はい、あとこちら後ろに1箱、上に1箱半なのが傷物語、最大3500枚。さあ、あとこちらバーサスが現在2箱と、ピック18、化け11、合算は102分の1。こちらがマイジャグですね。ちょっとボーナス中なんで合算わかんないんですけども、27の15で合計3箱。そしてお隣が勝ち盛り1箱プラス1箱、28の16で合算109分の1で、あとこちらが26の12で123分の1。はい、あとこちら19の19で97分の1。さあ、あとこちらアイジャグが26の11で103分の1。はい、あとこちらの別積みが花々鳳凰天章ですね、118分の1、20の18。ということで以上、店内状況でした。お疲れ様です。ということで実戦終了、新大エヴァンゲリオンを初打ちして大勝利。はい、素晴らしい卒業式になりました。あれクソ台だったな、これクソ台だったなってあると思うんですけれども、一線を隠すとはまさにこのこと。すごかった、本当に。世間で言われてるクソ台とは比較にならないと思う。立ってる土俵すら違う。今回のエヴァ好きって言ってる人はさすがに逆張りが過ぎると思う。もうここまで来ると作り込んでこうしたんじゃないかで勘ぐってしまうくらいすごい。もうこの神台はまさに作り込まれてるってあるじゃん。まさかの逆パターン、こんだけ作り込んだからこそできたみたいな、そういうクソ台でした。あまたのクソ台を打った人ほどわかるかもね、エヴァンゲリオン明日への創造の凄さ、凄み。いかに自分が打ってきたクソ台が神台だったかっていうのをね、理解できると思うわ。そんくらいすごい台でした。ということで、そんなヤバいクソ台でもしっかり事故らせてしまうセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております、ぜひご覧に来てください。ということで、新大エヴァあまりにも評価が低いし、あまりにもスペックがきつすぎるから打つ気なかったんだけど、よかったわ、新大エヴァの実戦が見れてって思ったそこのあなたはね、ぜひチャンネル登録をして、またね、世間的に評価がものすごく低い台も打っていきますので、そちらの動画をお楽しみに。そしてクソ台クソ台って言われてるけど、見る分には全然平気だったぜっていう人は高評価の方よろしくお願いします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。